それではご紹介いたします。二見宗一さんです。おはようございます。おはようございます。お願いします。二見宗一です。お願いします。苔にハマってる。はい、はい、苔の写真を撮るのにハマってまして。ははあ、じゃあカメラが趣味で。僕カメラが趣味ってわけではなかったんですけど、一時期 SNS で苔の写真がすごく流行った時期があって、流れてきてたんですよ。で、あ、いいなと思ってふと道端歩いてましたら、はい、僕の目線ぐらいのところにコンクリート塀があって、その上に苔が生えてたんですよ。あら、あ、撮ってちょっと出してみようと思って、はい、そしたらちょっと反響をもらいまして。おっと、その写真は見れるんですか、はい、ここで、はい、写真があります。はい、これなんですよ。もっとすごいのかと。これ、本当に新年早々この写真で本当に申し訳ないんですけど、これもともとちっちゃかったんですよ。これより小さくて、で日を追うごとに大きくなっていって、そしたらあの上の方にちょっと細い線みたいなのがあるじゃないですか、あれが出てきたんですよ、1週間ぐらいで。そしたら上の方が白くなってきて、これなんだろうと思って、でいろいろと調べてみたら、これが胞子が出るところなんですよね。はあ、なるほど。じゃあ結構これからはいろんなの撮り行きたいっていう苔の写真をもう撮りたいですし、僕自宅でも育てたいなと思ってて。あ、面白いですね。でもお仕事柄その家を空けるのが多いじゃないですか、なので一日ちょっと面倒を見ないとすぐダメになるみたいなので。そんなに大変なんですね。本当にデリケートな植物らしいんですよ。へ、なんで僕もいつかね、なんか自宅でも育てたいなと思ってますね。でもそこまでこう見せられるっていうのはまた、なんかそういう魅力があるわけですか、なんかこう、いいなと思えるところが。おっす、この、まあ、僕の近所の先ほど見ていただいた苔もそうですけど、本当に一日一日表情が違うんですよ。はあ、同じところにあるはずなんですけど、毎回どこかなって探すぐらい形も変わりますし、色も変わってて、湿度とか気温とか日が当たってたかによって色も変わりますし、それが面白いなと思って。だんだんそのうちカメラが欲しくなるんじゃないですか。いや、なると思います。ね、僕のカメラもそうだけど。何、ミュージカルね。はい、昨年はミュージカルにも初めて挑戦させていただきまして。すごいですね。我が輩は狸であるっていうタイトルだったんですよ。それは猫じゃなくて、猫の間違いじゃないですか猫じゃなくて狸なんですね。我が輩は狸であるっていう、でその狸の舞台が四国で、何、四国の全土から狸が集まって会合を開くっていうお話だったんですけど、僕が高知県出身の狸をやらせていただいたんですよ。すごいですね。はい、なんですか、土佐弁で喋るわけですか。そうすると、でも土佐弁ではなかったんですけど。土佐弁じゃない。僕もタヌキ で人間に化けて人間界に行って人間のことを知るっていうお話で。はあ、はい、なるほど。でそこで一悶着あって、僕が人間界に残ることになったんですよ。あら、そして故郷の高知が寂しくなって、よさこい節を月を見ながら口ずさむっていうシーンがですね、ありまして。なんか土佐の高知の歌はちょっとひと節、はい、あ、いいですか。はい、はい、土佐の高知の播磨屋橋でっていう感じで歌ったんですけど。なるほど。最初は僕拳を入れてたんですよ。そしたら監督から、タヌキは拳は回さないだろうから拳を回さないでくれって言われて、シンプルなストレートな歌い方を練習しました。はい、新曲の話に入ります。ありがとうございます。今回の新曲はどのような歌でしょう。はい、君恋列車という曲でして、前作のレイジの終列車に続く列車シリーズ2作品目になっております。で今回の舞台がですね、青森なんですけれども、青森まで去っていった恋人を君恋列車に乗って追いかけていくというですね、主人公が描かれておりますので、とても疾走感のある列車シリーズっぽい一曲になっておりますので、ぜひ皆さん聴いてください。それでは、二見宗一さんに新曲を歌っていただきましょう。君恋列車です。どうぞ。どうぞ。雨が送ってくる
触れる一人で残され初めて知った心の隙間は埋まらない。走れ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 二見宗一さんで君恋列車でした。はい、さあ続いては、はいはい、お願いします。ん、羽蓋の母に初挑戦。こうやって右のまぶたと左のまぶたを合わせると、工藤さん、工藤さん、工藤さん、それ言うなら上のまぶたと下のまぶたです。おっかさん。ごめんなさいね。ということでございまして、ね、朝からどうもすみません。とっても楽しい お芝居を見せていただきました。いいんですよ、なかなか。いいですね。最高ですね。ご紹介します。瀬口優希さんです。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、まぶたの母に初挑戦ということなんですけども、もうあのお芝居でもう全部なんか語っていただいたような感じなんですけれどもね。はい、あのそうね、もう三山さんは長編歌謡浪曲も本当にお得意でらして、私も初めてコンサートで長編歌謡浪曲にチャレンジをしたんですね。すこれは、はい、どなたの作品ということになるんでしょうか。はい、あの京山幸四郎さんの浪曲の部分が入っている、はい、あの、はい、ものをちょっと練習したんですけれども、はい、一人でやるんではなくて、あのゲストに六本木ひろしさん、木村哲司さんをお招きいたしまして、うん、つい先日ねこの番組でも拝見させていただいたんですけど、あの六本木さんが女形がとっても美しいので、はい、おっかさんをやっていただこうと。でお母さんを六本木さんがやったら、やっぱり主人公忠太郎は私がやらないといけないかなと。なるほど。そしてその、おっかさんが忠太郎を追いかけていくシーンで籠屋さんが出てくるんですけども、籠屋さんを木村哲司さんが、あら、ちょっと一言だけで申し訳なかったんですけど、おお合ってんだだけだったんですけど、あでも籠屋さんってことは、はい、一人じゃダメでしょうね。でも二人分やってくださいましたね。あ、どうやって行こうぜ、勝手だ、すごいですよね。すごいですね。写真があるそうなんですよ。忠太郎、おかっこいいね。いいですね。この10分前まではキラキラのドレスを着てまして、はい、あ でそこからの、まあ、早替えで忠太郎をやらせていただいたら、お客様から、男前ってイケメンって声をかけていいですね、いただいたらちょっとその気になっちゃいまして、初挑戦だったんですけど、とっても楽しく、はい、お芝居させていただきました。中太郎やってると涙がこう出そうになるじゃないですか、やっぱり。そうなんですよ。わかりますね。それで涙ぐんじゃうんですけど、泣いてしまったらね、そうですよね、いけないなと思ってこうぐっとこらえながら、はい、させていただきました。今のお芝居もそうですけど、去年はずっと日本各地を、はい、
そういうのもしながら歩いたんですか。そうですね、おかげさまで、もうあの新曲を2作発売させていただいたので、うん、はい、それに伴っていろんなイベントにも呼んでいただけて、うん、あの青森から山形から九州から、そして境港からいろんな本当にあのそう、でも四国になかなかご縁はないんですけれども、そうなんですね、今年は四国に。お写真はこちらはですね、鳥取の田尻っていうあのカニの有名なところなんですね、はい、で帰りに砂丘にも寄りましたら、本当に人が ね観光がだんだん戻ってきて、砂が見えないほどあの観光客の方がいらっしゃって、ちょっと一瞬自分で撮ってみました。鳥取のその砂丘と瀬口さん合いますね。ありがとうございます。砂漠に風にこうファーッと吹かれてなんかこ う, う、ね、おしゃれな、嬉しい。特に最近綺麗になって、あら、あらもう恋してます。あら、カニ食べたからか。カニ食べて、カニ食べてなれるとみんな食べたいですね。はい、でもいろんなところ行って、はい、伺いました。いいですね、はい、新曲をのお話を、はいはい、お願いいたします。誘惑のスキャンダルという、まあとっても攻めたタイトルをつけていただいたんですけれども、ね、はい、あの和翼先生が詩を書いてくださったんですが、もう本当に私のこの恋を口にしてしまって、大事な恋なんだけれどもいけない恋だから、口にしてしまうとスキャンダルになってしまう、だから言いたいのに言えないという揺れる思いを描いていただいて、やっぱりこう表現が上手ですよね。あの脚本家の先生のように、うん、絵が浮かぶような、そんな詩を書いていただきました。瀬口優希さんに新曲を歌っていただきましょう。誰も知らない恋ほど甘く酔わせるの、夜更けの足音、今夜も待ちわびる夢に染められて、嘘に溺れても遠くに終わりが見えるから、私のものと誘惑のスキャンダル、いっそいっそ叫びたい、女の心で小さな悪魔が悲しい恋ほど後を引くけれど、別れは出会った時から始まるの、夢がつかめずに嘘に傷ついて、それでもこの愛離せない、私のものと誘惑のスキャンダル、いっそいっそ叫びたい、わかっているのよ
してしまうことを